はあ、昨日寝れた？まあ割と寝れたかな。何時間ぐらい？あ、でも12時には寝たから6、7時間ぐらいは寝れたんじゃないかな。結構いい方だ、ね、うん、うん、寝れた？いや俺ダメだった。あ、マジで？うん、で9時消灯してから結構しばらく起きてたからね。あ、マジで？うん、でも4時に見回り行った時には寝てたから、うん、まあまあそこの時間には。あ、ほんと？あ、まあ、数時間寝たね。そしたら今日日中は起きといた方がいいかもね。そうだね、うん、夜寝れなくなると困るしな、うん、まあそしたら今日日中は予定入れることにしようかな。ああ、じゃあもう予定確認しとく。そうだね、うん、じゃあ予定確認します。はい、午前中は、洗濯物が溜まってるからそれやっちゃおうかなっていうのと、あとは掃除軽くしようかなって思ってます。で午後になったらちょっと外出ようかなっていう感じですね。うんうん、まあ、まあ優先順位考えて部屋そんな汚れてないし、まあ部屋の片付けを後に回してもいいのかな。あ、そっかそっか、うん、じゃあそこだけ修正してやっていこうかな。うん、じゃあお願いします。お願いします。伊藤くんちょっと待って、悪いんだけどさ、ちょっとお腹空いちゃったからさ、先料理作ってもらっていい？うん、ごめん。OKOK、うん、悪い。よし、じゃあ作るかな。よし、新庄来てくんね。はいはい。ちょダブルチェックお願いします。はいよ。味付け塩コショウ。味付け塩コショウ。賞味期限が2022年1月27日。2022年1月27日。はい。顆粒ガラスープ業務用。顆粒ガラスープ業務用。賞味期限2022年3月4日。2022年3月4日。あと、ね、黒糖旨味が味わえるハーフベーコン。黒糖旨味が味わえるハーフベーコン。賞味期限2022年1月5日。2022年1月5日。はい、オッケー。ありがとう。じゃあよろしく。はい。新庄手伝ってもらっていい？はいはい。ちょっとベーコン開けてもらっていいか？あ、いいよ。できたよ。よし。サンキュー。よっしゃ。いただきます。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。どうした？やべえ。うわ。やべえ、やっちゃった。やってんな。うわ、つったな、俺。やっちゃったな。これはまずいな、ちょっと。やっぱインシデントになる。いやー、多分。まあちょっと俺、大家さんに報告しとくからさ、うん、インシデントレポート書いといて。うん、わかった。しょうがない。うん、しょうがない。しまって、はいはいはい。あれで怪我はなかったんで、はい、大丈夫です。すいません、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。よし、書き終わった。終わった。うん、よし、じゃあちょっと出かけるか。そうだね。うん、行きましょう。よし、じゃあ買い物行ってきます。買い物行ってきます。行ってこないでしょ。オッケー。買い物から戻りました。無事に戻りました。いや疲れた。ああ、よいしょ。よし。まあ無事に一日終わったし、ちょっと振り返りだけしとこっか。そうだね。
まあ、1個お皿転落しちゃったけど、ね、まあまあ怪我もなかったし、うん、なんとか、ね、うん、今日の予定終えれたからいっか、うん、じゃあいっぱいやっちゃいますか。やっちゃいますか。